はい、こんにちは、橋中です。今日はですね、赤ちゃんの鼻くその取り方をやってみたいと思います。赤ちゃんはね、自分で鼻を噛んだりすることができないので、うちではですね、この吸引器を使ってるんですけど、これどんなに吸っても赤ちゃんの鼻くそが口の中に入ることはないんですね。これとても便利なので、ちょっとやってみたいと思います。はい、いかがでしたでしょうか。最初ね、吸引するのちょっと怖いんですけど、マックス自分の吸引力が10だとしたら、4から5ぐらいの吸引でいいと思います。それぐらい吸うと奥の方にある綿棒じゃちょっと粘膜傷つけちゃうんじゃないかなとかっていうのも手前に出てくるんで、綿棒で取ってあげるというような感じですね。ではやってみてください。